東口白木原駅は福岡県大野城市白木原一丁目に所在する西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は T10 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。2007年2月までは筑紫駅北では唯一構内踏切を有する駅であった。2019年度の1日平均乗降人員は9814人であり。 西鉄の駅としては、第17位である。各年度の1日平均乗車及び、乗降人員は、下表の通り。終戦後、現在の九州大学畜子キャンパスや、春日公園あたりに在日米軍基地が存在し、当駅あたりから JR 九州の鹿児島本線を、またいだ、高架道路の春日大橋あたりまで続く、現在の県道580号の道沿いには基地に、暮らす、 米軍兵向けの洋装店など米軍兵向けの個人店が数多く点在した。当時の白木原商店街には多くの横文字の看板が並び地元住民からはベース通りと呼ばれていた。基地は1972年まで存在し、基地がなくなった後もいくつか個人商店が存在したが、現在ではわずかな店を除いてベース通りと呼ばれていた頃から営業している店は閉店している。 2003年には、高架工事に伴う、当駅の西側の再開発で西側にあった、旧駅社前付近にあった、個人商店や民家などが解体され、スーパーのサニーや、駅前ロータリーなどが整備された。一方、駅の東側にも、民家やアパートなどが密集していたが、高架工事に向けて2000年代中期頃から徐々に解体された後、跡地には、 高価工事用スペースや小規模なロータリーと駐輪場などが整備されている。バブル景気の1990年代初頭頃には、現在のサニーあたりに高層マンションの建設予定計画があったが、1990年代後半頃に白紙に戻った。現在も福岡市のベッドタウンとして、マンションや民家などが増える中、ベース通りと呼ばれていた頃や基地があったことを知らない。 新しい住民も増えている。大野城市、コミュニティバス、窓かごを、ありがとうございます。